こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。なあ、霊夢。突然だが、デートの定番といえばどんなところをイメージする？そうね、神社巡りとかかしら。おいおい、自分の仕事にまつわるものじゃなくて一般的な定番について聞いてるんだが。あら、失礼。そうね、ドライブとか、映画とか、水族館とかかしら。他にはないか。そうね、最近ならキャンプとかグランピングとかかしら。おお、近くなってきたぜ。なになに、言わせたい答えがあるのかしら。あ、ああ。例えば学生とか若い夫婦とかが行きそうなデートスポットで思い当たる節は。そうねー。あまりお金をかけたくないなら公園でピクニックとかかしら。そうそう、そうだな、公園だ。よかった、その答えを待っていたのね。それでは、東京の公園でデートスポットと言ったらどこが思い浮かぶ？に、井の頭公園かしら。池があるからボートに乗れるし、小さいけど動物園もあるし、近くにジブリ美術館もあるし、神社もあるし。そう、井の頭公園が定番のデートスポットだな。じゃあそろそろ本題に入るぜ。今回は、平成最大のミステリーと言われる未解決事件について解説しようと思っているぜ。平成最大のミステリー、どんな話なのかしら？ああ、そうだな。東京都三鷹市の井の頭音響公園で、1994年4月に発覚したバラバラ殺人事件だぜ。警察の捜査も及ばず、犯人が捕まらずに2009年4月に時効、完全犯罪と言われているぜ。都内屈指のデートスポットでそんなヤバそうな事件があったの。井の頭公園って、デートスポットで有名よね。ああ、そうだな。そんな井の頭公園で、1994年4月23日の午前11時頃、清掃員の女性が、公園のゴミ箱から、ゴミ袋に入った人間の足首を見つけたんだ。足首？ああ、足首だ。いつもこの清掃員の女性は、ゴミの中から猫やカラスの餌になるものを探していて、それが発見のきっかけになったんだ。ビニール袋からうっすらピンク色が透けて見え、第一印象で魚か豚肉の切り身だと思ったらしい。固く結ばれて開けるのに苦戦したそうなんだが、中の物体が人の足首が入っていて警察に通報。警察が公園のゴミ箱を捜索して回ったら、なんと7箇所のゴミ箱から、合計27個の切断された人体が見つかったんだぜ。27個も、生ゴミ用の黒い水切り網のような袋に、半透明の袋で二重になっていただけでなく、漁師などが使う特殊な結び方で、水分や匂いが漏れないような厳重な結び方だぜ。厳重な捨て方だったのね。そしてなんとも奇妙なのが、遺体からは血液が完全に抜かれ、綺麗に現れていたこと。手足の指紋や手のひらの掌紋は、鋭利な刃物で削ぎ取られていたらしいんだ。だが、わずかに残った指紋と DNA から、被害者は近所に住む、一級建築士の当時35歳の男性ということがわかったんだが、見つかった部位から死因は特定できなかったんだ。そうだったのね。目撃証言もあったんだが、被害者の交友関係で怨恨もなく、犯人像が浮かび上がらなかったんだ。また、見つかった肉片が特殊な処理をされていて、設備や技術を持った組織によるものだったり、複数人による犯行説が想定されたが、犯人特定に至る物証や情報が集まらず、2009年4月23日に公訴時効の成立を迎えたんだ。バラバラ事件というだけでも異常だけど、さらに不思議なことが多かったのね。この事件の被害者は、さっきも少し触れたが、井の頭公園近くに住む、一級建築士の男性だ。家は自分が設計した2世帯住宅で、事件発覚の数ヶ月前に引っ越してきて、当時身重の奥さんと息子さん、自分の母親と2世帯住宅に住んでいたぜ。奥さんは身重で大事な時期に被害に遭ったのね。発見前日の4月21日は、東京都港区新橋の勤務先である、設計事務所に仕事で出勤していて、昼頃に、妻に夜は飲んで帰ると連絡を入れているぜ。退勤後に、以前の勤務先がある高田の馬場に行き、元同僚が開いてくれた昇進祝いの会に参加して、23時30分頃新宿駅で元同僚2人と別れている。ここまでの足取りはつかめているんだが、その後の行方がわからないんだぜ。そうなのね。少なくとも飲み会の後に帰ろうとはしているわね。ああ、男性はとても真面目な人物だったようで、飲んで帰ると言った日に帰ってこなかったのと、翌朝、男性の勤務先に電話するも出勤しておらず、無断外泊無断欠勤をする人ではなかったため、不安になった妻が翌日に捜索願いを出しているぜ。体は、電動ノコギリで切断されたとされているが、不思議なのが、関節や臓器の位置を無視して、20センチ間隔の長さで几帳面に切断されていたんだ。
それだけでなく、筋肉も削ぎ落とされて太さも揃えられていたそうなんだ。普通関節とかで切られるイメージだけど。ああ、普通考えたらそうだよな。このサイズ、実は捨てられていた公園のゴミ箱の投入口のサイズと同じなんだぜ。ということは、ここに捨てるためにそのサイズに合わせたってことかしら。ああ、その可能性はあるな。7箇所のゴミ箱から27の部位が見つかったしな。検視解剖の結果、手の子によって切断されたことが分かったんだが、手の子の場合、肉や骨のダイレクトな感触で、普通の人は途中で挫折してしまうそうだが、やりきっていることから、猟奇的な犯人像も推測されたぜ。そして切断面が3通りあることから、複数犯説も上がっていたんだ。つまり、手分けして切断したってことかしら。ああ、警察の捜査ではそう呼んでいたようだな。もう一つ、特徴的だったのが、血液が一滴残らず抜かれていたことなんだぜ。血液ってそんな簡単に抜けるものなのかしら。大量の給排水ができる設備や、医学的知識が必要で、一般人が一般家庭では難しいらしいぜ。司法解剖に当たった杏林大学の法医学者は、肉片が綺麗に現れ、すべての血液が抜かれていることに相当驚いたらしいぜ。法医学者が驚くほどなのね。普通の人じゃないのかしら。ああ、しかも、死後速やかに処理をしないと、凝固が始まり、綺麗に抜けないそうだ。そのため、用意周到に段取りよく、血抜きと解体をしたと思われるぜ。司法解剖の結果、もみ洗いのような形で、毛細血管の細部まで残っていなかったらしく、犯人に繋がるような微物も検出されていないし、肉体的な損傷はなかったらしいんだぜ。めちゃくちゃ冷静でサイコパス感があるわね。血液は腐敗を促進し、強烈な匂いの原因となる。そのため、腐敗を遅らせる、捨てる時に目立たない、見つかったとしても鑑定結果を遅らせる、といったようなことが推測されたんだ。でも犯人も捕まらないから、誰がどうやってやったのかは謎のままなのね。ちなみに、見つかった遺体は、手足を中心に全体の3分の1ほどで、頭部や胴体は見つからない。他の部分はどこに行ったのかしら。仮に全身がバラバラにされて捨てられていたら、それこそ異常な事態になりそうね。確かにそうだな。前日に捨てられて気づかれずに、回収されてしまったという説もあるぜ。奇しくも見つかった手足のわずかに残った指紋で、被害者が特定できたが、目撃情報も見てみよう。頼むわ。4月21日の深夜に、元同僚との飲みの後に新宿駅にいたことは分かっていて、そのまま JR 中央線で吉祥寺駅に向かっていれば、日付が変わるくらいには駅に着いている計算だな。目撃証言の一つは、この中央線の荻窪駅から西荻窪駅の間で、人相、服装、所持品含め似た人を見かけたが、吉祥寺に着く頃には見当たらなかったとのことだ。じっくりその人を尾行するわけではないだろうから、どこでいなくなったかはわからないわね。次は、吉祥寺駅近くでの目撃証言だ。0時15分頃、女性が駅の近くで、被害者に似た男性が二人組の男に一方的に殴られ、痛いやめてくれメガネが落ちる、と叫んでいるところを目撃したそうだ。被害者の方はメガネをかけていたものね、もしかすると被害者の可能性もありそうね。さらに近い時間帯で、被害者の推定帰宅ルートの井の頭通りに面したマンションの住人数人が、ドーンという何かが衝突したような、大きな衝撃音がしたと証言したそうだ。交通事故っぽい音かしら、事故の隠蔽の可能性があるってことかしら。そう呼んでしまいそうだが、よく調べると、そのマンションの構造上、井の頭通りと反対側の公園側からしか聞こえないそうで、結果的に事件とは無関係だったんだぜ。有力な証言かと思ったら、全然関係なかったのね。法医学者の見解でも、肉体的損傷はないから交通事故の線は薄いだろうな。翌日の朝、別の目撃証言があるんだ。どんな証言なのかしら。4月22日の午前9時頃、井の頭公園から約 2km 離れた杉並区久我山のコンビニで、東京都推奨の半透明ゴミ袋10パック100枚を購入する2人組の男の目撃証言だ。バラバラにしたら100個くらいになりそうだから、袋は大量に必要になりそうね。コンビニの店長の証言では、一人は T シャツ姿で年齢は30歳前後、もう一人は黒の作業着のような格好で50歳前後。二人は別々に店に入り、ゴミ袋の棚に直行、周囲を気にして落ち着きがない様子で、一人がレジで支払う間、もう一人は入り口付近で周囲の様子を伺っている様子だったそうだ。何やら怪しげな感じよね。この情報は、発見から半年経った10月に東京新聞にスクープされたんだぜ。店長は怪しいから通報していたそうだが、捜査本部までは届いておらず、警察の捜査本部はこの記事で情報を知ったそうだ。そんな情報を半年も気づかずに。ちなみに、肉片の包み方は袋を3種類使い、調理人や釣り人、漁師、医療関係者などが、
水分や匂いを漏らさないために行う方法で、ほどけにくいように何重にも団子状に結んでいたぜ。緻密で冷静で、猟奇的な感じがするわね。命を落とした原因についても少し触れておこう。実は、特定するのに重要な部位である、頭部や胴体が見つからないままなので、判断の決め手がないので原因は不明のままだ。薬物や事故によるものでもないようだぜ。犯人も死因も特定できないとなると、真相まで遠い感じがするわね。そして、いよいよ発見当日の証言だ。井の頭公園内、早朝4時くらいにゴミ袋を持った、不審な二人の男を見たという目撃証言があるぜ。二人の男は、ベンチに座っている人を見かけると、キビスを返して逃げるように立ち去ったらしいんだ。一人は上下紺色のスーツを着て、もう一人は黒のジャンパー姿だったそうだ。共に年齢は30歳前後、身長は165センチ前後で、ジャンパーの男が白いポリ袋を持っていたそうだ。ちなみに、公園内の別の場所でも、この二人組と似た男が目撃されているようなんだぜ。久我山のコンビニの二人組の片方は50代だったけど、若い方は同じ人なのかしら。それがそこまではわかっていないんだ。だが、コンビニで二人組の男が買った袋も、調べによると肉片が入っていた袋とは違うらしい。とすると、コンビニの二人組と、発見当日の早朝の二人組は関係ないのが濃厚ね。指紋や掌紋が意図的に削られていたので、警察は顔見知りで身近な人物と犯人像を立て、ボーイスカウト仲間から、仕事の同僚や関係者、大学の友人など、身近な人物を集中的に捜査したが、全員アリバイがあり、怨恨や女性関係などのトラブルも一切浮かび上がらなかったんだぜ。被害者は真っ当な人だったのね。ああ、身近な人物たちは、口を揃えて温厚な性格で信頼される存在、夫婦仲がいい。どんなに帰りが遅くても、お風呂に入る規則正しい生活を送る人と言われているな。特定できるものがほとんどないんだね。ああ、だから難航したんだぜ。5月に、三鷹署が被害者の顔写真付きのビラを、吉祥寺駅を中心に1万枚配って情報提供を呼びかけ、6月には、園内の池の中に遺棄されている可能性から、スキューバ隊を投入捜査したんだが、それでも決定的なものは見つからなかったんだ。探しても探しても見つからないなんて。さらにこの事件の直後に、歴史的にも、大きな事件が相次いで発生してしまう。事件発覚後の3日後に、名古屋空港で264人の犠牲者を出した、中華航空140便墜落事故が起きたんだ。マスコミがこの事故を集中報道したため、バラバラ事件のニュースが激減したんだぜ。その後も、新しい情報が出ないこともあり、この事件の報道は大々的にされなかったんだ。なるほど、追加情報がないと、確かにニュースにはならないわよね。さらに、この事件の約1年後に、オウム真理教の地下鉄サリン事件が起きたんだ。おかげで、警視庁捜査一課が全員そちらに回され、捜査本部は解散、三鷹署に単独で引き継がれたぜ。そのまま、捜査一課はこの事件を担当していない。サリン事件、これは完全に持っていかれてしまうわね。ああ、そうなんだ。完全に迷宮入りし、15年が経った2009年4月23日に時効を迎えたぜ。無念だわ、被害者も、ご遺族も報われないわね。ここからは新展開だ。時効から6年後に、自分がターゲットだという人物が現れたぜ。え、どういうこと？その人は被害者と関わりがあるのかしら？いや、関わりは全くないんだ。ここからはこの人物を N 氏と呼ぼう。実はこの N 氏、顔痩せ格好、年齢が酷似していて、同じ吉祥寺を生活圏としていたんだぜ。N 氏はテレビで事件のことを知り、被害者の写真を見た時には、背筋が凍る思いをしたそうだ。自分に似ていたからかしら。それもそうなんだが、N は自分の代わりに、被害者男性が命を奪われたと確信したらしい。事件の前にも、被害者男性と間違われて、声をかけられることが多かったらしいんだぜ。自分の命が狙われていて、以前から知っていた自分に似た人が犠牲になったからなのね。N 氏は当時、吉祥寺界隈の日本人露天商の顔役的存在だったそうなんだ。当時のこの界隈では、日本人と外国人グループが露天商の縄張り争いをしていたらしい。N 氏は、ある筋の力を借りて、外国人露天商の締め出しをしたそうなんだが、実はその外国人グループの中に、とある国の工作員がいて、逆に目をつけられてしまったんだ。なんと、そんなことが、その事実を知ったある筋の人らは手を引いて、以後、N 氏は都内のビジネスホテルを転々として、身を隠していた時にそのニュースを知ったんだぜ。だから、人違いで命を奪われた説もあるんだぜ。身近でそんなことが起こるなんて、真意は定かではないが、N 氏の調べでは、外国人グループの中に、マフィア関係者や、情報機関の関係者が潜伏していたらしい。
情報収集や工作の邪魔をした N 氏を消し、見せしめとして遺棄したのではないかと言っている。怪しいけど、可能性がありそうな話ね。だがこれも時効後だから、捜査もされず、真実は今も闇の中なんだぜ。もう30年近くも前の話だけど、被害者とご遺族のご冥福をお祈りするわ。ああ、そうだな。安らかに眠ってほしい、ただそれだけを願うぜ。ということで、今回の動画はここまでよ。これからも裁判の解説動画を投稿していくから、チャンネル登録と高評価を押してもらえると嬉しいぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。